マンシー・ジャデ・ラシエラは、スペイン・ラ・リオハ州のムニシピオ。ラ・リオハ州西部にあり、コマルカとしては、アンギアーノの構成自治体の一つである。面積は84.76平方キロメートルであり、2015年、の人口は71人だった。中心部の標高は、約950メートル。ナヘラまでの距離は43キロメートル。州都ログローニョまでの距離は72キロメートル。 牛羊ヤギなどの牧畜が主産業である。マンシージャ貯水池かつての集落は現在の場所から300メートル南にあった。1900年には585人の人口があり、1万頭以上の牛が飼育されていた。バルセロナ出身の小説家であるアナマリア・マットテは幼少時代に祖父母とマンシージャの旧集落で牡蠣を過ごした。百三十五年には、 ダムの建設が計画され、スペイン内戦などで25年以上計画は中断していたものの、フランコ政権下で、灌外や発電用のダムが建設された。1940年には591人、1950年には490人の人口があったが、1958年冬には貯水が開始され、1960年にはマンシージャの集落が、 マンシージャ貯水池の底に沈んだ。多くの住民はマンシージャを離れ、1960年の人口は149人となった。1959年には、現在の場所にマンシージャデラシエラ地区が建設された。貯水池の水量は9月から10月に最小となり、貯水池の底から教会や建物の残骸が現れる。貯水池の水はナヘリリ川となって、 北北西に流れ、アンギアーのボバディーラ、バーニョスで、リオトビア、ナヘラなどを通った後に、トレモンタルボで、エブロ川の本流に注いでいる。今日の自治体は、マンシージャデラシエラ地区とタブラーダス地区で構成される。ありがとうございます。